富士市の IT 企業と大学がタッグを組み、情報通信技術、いわゆる ICT を活用した小中学生向けの教材を開発しました。質の高い教育をみんなにが目標です。8文字以上で作成するとより安全なパスワードになります。このような点に注意してパスワードを設定することで大切な情報を脅威から守れるようになります。先月沼津市で行われたイベントで紹介されたのは ICT について学べる無料の学習サイト ENSAP です。勉強になりました。悪い人とかが自分の個人情報を取るとやっぱり対策をちゃんと考えた方がいいなって思いました。ターゲットは小中学生。コンピューターやネットワークの仕組みから情報セキュリティ、モラルまで幅広い知識を動画を見ながら学ぶことができます。初めてです。私、学校でも勉強してなかったから。こういうちゃんとした知識を学べる機会はやっぱり必要だなっていうのは感じてます。パソコンなどからウェブにアクセスして使え、利用料はかかりません。作ったのは建設業向けのソフトウェアなどを手掛ける富士市の建設システムです。こちらがですね、静岡第2オフィスに新しく今月からできたの SDGs 推進課で、こちらその2名です。 SDGs 推進課ともその部署の名前になってるんですか？そうなんです。フリーアドレスのおしゃれなオフィスでパソコンに向かうのはその名も SDGs 推進課のメンバーです。この SDGs 推進課が手掛けるさまざまな取り組みの一つが ICT 教育の支援です。将来的にこの IT の勉強を通して何かしら IT に興味を持っていただけるお子さんが増えてくれればなお嬉しいなと思います。質の高い教育をみんなにという SDGs の目標に対し IT 企業の強みを生かしてできることはないかと開発したのが ENSAP でした。未来のエンジニアを育てたいという思いも込められた ENSAP。 教育現場でも導入が進み、富士市では小中学校の授業に活用されています。学校での ICT 教育について ENSAP を共同開発した静岡大学の塩田准教授はこう指摘します。ギガスクール構想が始まって、端末は学校現場に入ったんですが、やっぱりこれをどう生かすのか、どう活用していくのかってことが大きな課題になっています。現在学校ではパソコンを一人一台配備するギガスクール構想が進められていますが、知識不足や教員の負担増などの課題を抱えているといいます。こうした課題の解決にENSAPを役立ててもらえればと考えています。これから情報社会で生きていくために、この情報技術、情報社会の基礎を身につけてもらって、でさらにそれをですね、学校現場でも役立ててほしい。 IT 企業と大学が得意な分野を生かし合い形となった ENSAP。 誰もが平等に ICT を活用できる社会を実現する一歩となる取り組みでした。